ははいこんにちは今回は SP2340GSG935 周年記念モデル KSC から発売されていたカスタムモデルをご紹介したいと思いますこのモデルはですね KSC さんの方からですねこういうカスタムというシールとともにですね えー、納品されたものでございますえ購入したのは平成20年っていいますからもう1 2 3年前になるんですかねはい、まあ、こんな感じで、えー、カスタムの、ね、説明がこう入っているとゲイエスゲイノインっていう、ね、ドイツ語読みだとそうなるわけですね GSG9 ドイツの特殊部隊ですよね でこれで、えー、これの、えー、設立35周年記念モデルが、まあ、これだよということなんですけれども、まあ、私その GSG9 というもの自体がですね、えー、漫画の「パイナップルアーミーで」ぐらいしか見たことがないんで実際どういう装備がされてどういうふうな訓練をされてどういうふうな活躍をしているかっていうのはですねこのうんちくを見てですね勉強できるかなと思っております。見てくださいこれちょっと 簡単にねあの言っちゃいけないんですけどもねこれ裏表ありますからね長いですよしかしこのその KSC さんのそのこだわりでこれはあの以前お見せした2202でしたっけあそ失礼2022でしたっけそれのね、えー、取リと内容はほとんど変わらないんですけれどもとにかくもうね まあどなたかがね、のこの間いいコメントしてくれましたね参考書並みですよねとまさにこれ参考書ですね我々にとってはねそれでその時2340は何兆かあるはずだと思ったんですけれども今123これ含めて4兆出てきました <laughs> 細かい分解とかね操作とかその辺はですねえ量産品の方でやらせていただくようにことにしましてこれはもう本当に申し訳ないまた例によってカスタム品なんで部品の 替えがないもんですから、えー、ちょっとしたねご紹介程度で終わってしまうかなと思いますけれども一応試写まではちゃんとしておりますますずパッと目を引くのがこの刻印ですよねその例によって、えー、あのカスタム品ですよっていうところから始まってカスタムらしい刻印がこうグッとこういっぱい入ってるわけです35周年記念のね 刻印がこの上にもですねあれどっちでいいんだろうこっちでいいのかな私ねあの老眼で見えないんで動画を撮ってから皆さんと一緒にあの画面で見ようかなと思ってる次第でございます今日はなんかピントがうまく取れてないなはいでこちら側はこんな感じですね で実はですねこれバレルのです、ね、この反対側にもですね刻印が入ってるんで本当はあは全部分解してお見せしなきゃいけないのかなと思ってるんで,ですけれども今ちょっとバラすかどうか悩み中ですで、えー、っとマガジンが2つ付属していきます1つはこういうスパーの割と大きいやつですね刻印はこういうのがしっかり入ってるもちろん外装はスチールプレス KSC さんお得意のプレスが入ってしかもこのような刻印がグイっと入っているとなんかシャカシャカ使うのにはね気が引けちゃうようなやつですねそしてもう1本見てくださいスパーのところがあの指掛けのところが違いますよねその形状のやつがもう1本ついてきますでこの2つは微妙にですね実はあの刻印が変わってましてこちらはもうここに刻印が羽のマークが入って こちらの方には、ですね、なんかこんな字がジャッとか入っているというマガジンが2本もついてくるお得なカスタムでございます。他の付属品はですね、えー、といつも通りの KSC さんの、ね、この非常に使いやすいね、ローディングツール。 それと当時は KSC さんで今でも売られてるんですかねあのマイティ BB だこれが入ってると思うんですけどもねそれとキャップとこれこれまた例によって今回もいろいろとありましたあのスライドを開いてね ここにのぞくギザギザのところにこれを合わせてカチャカチャやるんですけれども、まあ、何度もお話ししているようになるべくあのバラしてねあのバレルを外してやられる方がいいですよと私はお勧めしてるんですけれども、まあ、今回もそういうふうにしていろいろとえ調整をしましたはいで、えー、重量ちょっと見てみたいなと思うんですけれどもじゃあスパー付きのマガジン閉めて グラムぐらいですね。ですからまあしょうがないですね樹脂ですからねかなり軽くなっていますとでその理由としてはここも肉抜きズバッとされてますまたお得意の CNC 加工ですね、まあ、CNC というのはまあ詳しい方はご承知の通りですね NC と言われている数値制御旋盤さらにそれをコンピューターでプログラミングして行う CNC こういった加工機械でですね 加工されているとで見えますかバレルにポートが開いてますねですから実際実情だとここからマズルフラッシュがふわふわっと出るわけですよねバレルだけニョキッと出してみますとこんな感じでズボズボっと穴がこう開いてるわけですいいですねこういう加工ねこの加工のエッジがやっぱりいいですね あの他の動画のところでもシューマッハの時でしたかね私あの書かせていただいたと思うんですけれどもこのスライドだけ小さいワークがねあのごっついね NC で加工されてる風景を想像するだけでねなんかちょっとほほ笑ましくなっちゃったりするのは病気でしょうかはいフロントビューはこんな感じですもうギリギリまで、えー、とインナーバレルが見えてます ちょっとフロントビューはもう色気も側っ気もないですかねフロントサイトはこんな感じリアサイトはこんな感じですでサイティングするイメージとしてはこんな感じに見えるわけですねなかなかサイティングしやすいですよこれもで以前 えー、2022の時にもお話しした通りやっぱトリガープルがね何て言うんですかねこうここだっていうところがねパンとこう出ちゃうようなところがこうありましてねなかなかね、あのー、打つのには慣れが必要なんですけれども慣れてしまえば逆にいいのかもしれないですねそれと皆さんこれご存知でしたここになんかちょっとピンが出っ張ってますよね で我々の世代ですと出っ張ってるピーマン引っ込めなくっちゃってこうしますよねそうするとですねあらとこんなものが出てくるわけです見えますかこれ私ね最初見た時にね「ゲ壊した!」と思ったんですよでなんか位置的にですねこれトリガーが引けないような 初ですよねもしやと思って取説を調べてみるとこれがなんとちゃんと最初っから計画されているセーフティーでございましたと。AG セーフティーですから業界の自主規制によりって書いてありますんであのエアガン固有のセーフティーですね。で解除の仕方はですね非常にシンプルでですねこの飛び出てしまったピンをですねこういうふうにカチッとこうまた収めてやればこれでいいと。 ただね、これ左利きの人ここで打ってる時にこれ出ますね、これね、下手すりゃね、これ出ちゃいますよね。ほらどうなんでしょうか。もしかしたら左右交換できるのかもしれません。いいですか。こう左で,でこう持ちますよね。で左利きの人がまあ指がなんか異常に例えばここがこう出っ張ってる人だったとしましょう。そうするとですね、これ簡単にですね、こう押すとねピンとこう出てきちゃうんですよ、こうやって。 連射不能ということになりかねないですよね。まあその辺にケチつけてもしょうがないんですけどもなんかそういうびっくり箱みたいにねここにセーフティーあったんですみたいなのはね結構ねちょっと勘弁してほしいなっていうのがあります。はい、まあこれがセーフティーでしたと。でさらにこれこだわりがありましてですねまたこの「トリセツ」を最近真面目に読むようになったんでね私 KSC さんの回し物のようにですね 丁寧にその取説の説明をしたいんですけれどもまた売り物がこう出てくるわけですドカーンとあれどこだったっけもうちょっと先かなここですリアルライブデコッキングシステムとかこの辺はまあいつも他のモデルでもこんな感じのが出てきますよねで今回はですねリアルライブショートリコイルというのをですねえっとあえて k s c さん歌ってますというのはですねこれ えとインナーバレルもですね、えー、バレルと一緒にですね、えー、下がるんですよねっていうことで、まあ、よりリアルな構造を再現しましたということがこちらで強調されておりますはいで辛砂糖はこっちのマガジンでやらさせていただきますた分こっちにガスが入ってるんでで引いて こんな感じですねスライドストップのバーがねここまで来てますんで非常にこれ戻しやすくていいですよね打ってみますと実車性能は前回の2022とほぼ同じような結果になったかなと思いますもうちょっといいかもしれませんこんな感じに集まっております弾はですね今回実はですね、えー、マルイさんとウェストアームズさん両方比べました で丸いよりウエスタンアームズの方が成績が良かったのでウエスタンアームズの0.25グラムの BB を使った結果をご提示しております。はい、セーフティもしっかりかかります。まあどちらかというとこれもあの実際バンバン打って遊ぶというよりもですね、えー、この35周年記念ということのね、えー、刻印を楽しんだり。 あるいは雰囲気を楽しむといった位置づけなのかなと思いますついでにですね前回2022では失敗しましたこのグリップ外しこのね後ろのこのこのところをくってやるだけ今回成功しましたんでちょっとお見せしますほら簡単にこう外れますどうでしょうだからどうしたっていうところなんですけれどもあこれ本当に簡単に外れますね非常にあの えー、トカレフなんかに似たようなねなんかこうお手軽さがあってねでこれで多分いろいろとオプションで変えられるんでしょうけれどもその辺のオプションについてはちょっとすいません私詳しくないんでお詳しい方はコメント欄で補強していただけたらなというふうに思っております打った感じねああと、えー、前回2022の時でしたっけご紹介した時にあのヨルムンガンドというあの、えー、アニメーション紹介していただきまして ネットフリックスで一応シーズン1に全部見ました面白かったですもう確かにあのガンマニアにはたまらないようなあの少年兵がですねハイパワー使ってくれてるとこでもう涙もんですね私なんかはねえちなみにしつこいようですけれども今あのシーズン7放送始まりました「ブラックリスト」というね、えー、アメリカのドラマこれでもですね主人公がですねハイパワー愛用したりしております 確かにあのヨルムンガンドの方でねこれをね途中あの正式銃としてチームがね採用したというところでねあの射撃シーンが随分ありましたねその後あんまり活躍してなかったような気もするんですけどもねそのぐらいだからあのプロが認める銃なのかななという気はしますね。んかちょっとねぽっちゃりでなんか見た目パッとしないところもあるような銃なんですけれどもなんだかこう見ていると味も出てきて。 ここれはこれはででいいいのかななみたいな感じでね、まあ、もちろんね、えー、と我々あの趣味で模型として楽しんでる人間と違って、まあ、命がけのねその特殊部隊の方とか軍人の方っていうのはですねツールとして選ばれると思うんでそういう中で選ばれてきたやはりそれなりの、えー、価値のある銃なんだろうなというふうには認識しております。 ななかなかね、KSC さんもこういうね、細かいそのカスタムっていう点でですねいい時代でしたね10年ちょっと前はねまた頑張っていただきたいなと思いますではまた。